ございます。目の前にですね、平の清盛像と、鹿がいます。海からの鹿。ワカメ大量発生、マジ食べれそう、綺麗で、はい、見えてきました。あれがですね、厳島神社の、鳥居でございます。今ね、70年ぶりの、大修理修復を行っているそうです。まあちょっと全貌を見れないのは残念なんですが、まあこれもね、70年に1回のことなんで、まあ運が良かったと思って見ていきます。はい、で今引き潮なんで、今ね、この近くに来れるんですけど、本当はここ道潮だったらここまで多分今ワカメたくさんあるんですけど、はい、道潮だったら多分ここまでもう水来て歩けない場所を今僕は歩いてます。これ日頃6時間ごとに、道潮と引き潮が変わるそうなんで、ちょっと僕は計算しないで来ちゃったんですけど、たまたま今引き潮の状態で今この鳥居の近くまで来れるということなんで、で今ちょうど向こう側に向こうまで歩けるんで、
行ってきたいなと思います。はい、これがね、厳島神社の後ろですね。皆さんも70年ぶりのですね、はい、大工事でございますんで、ちゃんとね、目に焼き付けてくださいね。はい、いやー、マジ運がいいのか悪いのやら、カニがいるよ。ほら、カニいる。すげー。あー、カニがちっちゃい、ちっちゃい。これは食べられない。カニゲット。うい、カニさん、こんにちは。あ、落ちた。バイバイ、カニちゃん。こんにちは。はい、これがね、鳥居でございます。はい、ここが、入り口でございます。厳島神社の入り口です。神社の、9時半から5時半までで、満潮が、ね、こっち帰ってますね。5時6時間ごとですね。はい、入ってきます。はい、ここが世界遺産の一つ、厳島神社でございます。はい、消毒しますか。出口に到着しました。はい、ね、僕よく先生で行くんで、交通のお守りを、交通安全のお守りを買いました。じゃあこれから店山に向かいたいと思います。そんな、すげえな。